メだな。俺の紋章にはもう成長の余地はない。俺の紋章第一問は生産に特化している。ちなみに第二問は威力特化型、第三問は連射特化型の紋章だ。俺がこれ以上強くなるには魔法戦闘に最も適した第四問を手に入れるしかない。紋章は生まれつき決まって変更は不可能だったら。まもなくオートに到着しますよ。いや、12歳なのにもう領地から出て入学試験ですか。うん、早く学園に入って強くなりたいんだ。焦りは禁物です。いくら故郷で強かったとしても坊ちゃんの紋章は。近くに魔物がいるよ。こっちに向かってきてる。え？結構でかい魔物だと思う。この馬車の何倍もあるかも。面白いことを言いますね。そんなの天才級の魔物じゃないですか。討伐完了。この程度の魔物なら身体強化と斬鉄でなんとかなるな。さすがオートだな。うちの領地とは大違いだ。友達の剣が折れちゃって、どうか同じものを作ってくれませんか。そんな大声出さなくったって聞こえてるよ。あ、ごめんなさい。実はその子、魔物から僕を守るために魔剣を折っちゃって。魔剣だ？それと同じものを作れって、そいつは無理な注文だ。そこをなんとかお願いします。んなことを言われてもな。この武器質がいいな。魔法の付与は下手だけど、他に剣は。やっぱ無理なもんは無理だ。お願いします。入学試験は明日なんだ。このままじゃ友達が。そんなに急いでるなら他を当たった方がいいんじゃないか。それに魔剣は一人で撃てるもんじゃねえんだ。ここが最後の店なんだ。この店の剣じゃダメなのか。このくらいの長さで女の子が片手でブンって触れるようなやつなら。確かにそんな代物は魔法を付与してないと使い物にならないな。だが相当難しい。魔法の付与ならできるよ。君それ本当？いやいや、カッコつけたいのはわかるが、できないことをできると言っても仕方ないぞ。確かにこの第四問は魔法付与には向いてないけど、ちょっとした魔剣ぐらいなら。なんだ、失格もんじゃないか。だったらなおさら無理な話だ。僕、剣を注文するよ。え？この魔石が入る穴をお願い。まさか、それって。僕は彼にかけることにするよ。いいのか。失敗しても剣は使えるが、魔石はパーだぞ。でも、できる気がするんだよね。僕の勘は結構当たるんだよ。だから少年、付与は任せた。あ、そういえば自己紹介がまだだったね。僕はアルマ、アルマレプシオス。親に変なところに嫁がされるのが嫌で領地から出てきました。俺はマティアス、マティアス・ヒルデスハイマー。マティとでも呼んでくれ。うん、よろしくね、マティ君。そうそう、剣の持ち主で私と一緒に領地から出てきた友達がいるんだけど。アルマ？あ、噂をすれば。ルリー、アルマ、このお店はどうでしたか？かわいい。私が当たったお店はダメでした。やっぱり明日
たまでに負けんなんて。あ、この人はマティ君。なんと僕たちのために剣に魔法を付与してくれる人です。ご紹介に預かりました、マティアス・ヒルデスハイマーです。どうして丁寧語になってるの？今の自己紹介気持ち悪がられたか。友達なんてできたことなかったから。どうしたのルリー？私はルリー・アベントロードです。婚約者や彼氏はいません。できればルリーって呼んでいただけると。彼氏？その俺が知らないだけで、ここでは彼氏の有無を伝えるしきたりがあるのか。出来上がったぞ。じゃあ付与を始めようか。魔石を貸してくれる？え、ここでやるの？このくらいならすぐだから。うん行くよ。お願いします。この長さと軽さなら実用に耐えられるように強靭化と斬鉄をかければ。まあこんなもんか。試してみてくれ。いや、本当に付与したの？いくらなんでもこんな短時間で。そうだよ、普通だったらもっと時間がかかるはず。しかも呪文も詠唱してないだろう。実際に試してみましょう。付与がかかっているかどうかは簡単にわかる。付与がかかっています。何この切れ味。たった数秒でどんな手品を使ったんだ。普通に付与しただけだぞ。これを普通とは言わないよ。一体何者なのマティ君って。さすがにあんな一瞬での付与は無理だ。だが実際に剣には魔法が付与されているし、詠唱もしてない。俺が撃った剣だからすり替えられていてもすぐにわかる。そこから導かれる結論は、誤解。結論は、坊主、魔法付与師にならないか？ならないよ。続いて実技試験を始める。実技は剣術と魔法になる。はい、はい、マティ君。マティ君も入学試験受けてたんですね。戦術学が難しすぎだよ。他の教科は全部できたのに。ハルマもマティ君も一緒に合格目指して頑張りましょう。あ、うん。好きだらけだ。なかなか頑張るじゃないか。だが次はかわせるから。あれ降参だ。何なんだその剣は。やりましたよマティ君。おめでとうルリー。マティ君の剣のおかげです。いや、それは。次、マティアス・ヒルデスハイマー。やっと俺の番か。頑張ってねマティ君。ああ、あれ、試験官は？マティアス・ヒルデスハイマー、ルリー・アーベントロートの剣に魔法を付与したのはお前だそうだな。そうですけど、誰？なら試験官では生ぬるい。俺が相手になってやろう。お前の父、カストルが仕込んだ実力も確かめたいところだ。父さんの知り合い？ああ、俺を相手に善戦すれば他の結果に関係なく合格を進言してやる。わかりました。構えが隙だらけだ。明らかに手加減をするつもりだな。先ほどの前線すればという言葉もそうだが、少し舐めすぎだな。これは試験だ。正面から実力を認めさせた上で。何？俺の剣をその体で。降参だ。騎士団長のガイル様が負けた。すごい、やったねルリー。はい、何が起きたのか早すぎてよく見えませんでした。続いて魔法試験を行う。ルリー・アーベントロート、前へ。はい。ではファイアーローでこの5つの的を全て攻撃してください。
我が体に満ちる火の魔力よ。一筋の矢となりて我が前の敵を受けて。ルリー、その調子だよ。詠唱魔法か。その名の通り、特定の呪文を詠唱し発動する魔法。術者の能力と関係なしに使えるが、効果に対しての魔力の変換効率が非常に悪いし、詠唱中に攻撃されたら終わりだ。戦闘向きじゃない。とっくに廃れていると思ったが。やったさすが栄光門エリートだな。俺も栄光門に生まれたかったぜだがこの時代では詠唱魔法と相性がいい第一門、通称栄光門が魔法戦闘に最も適した紋章とされている。そして俺の持つ第四門は。あの、ファイアーアロー以外は禁止ですか？そういうわけではありませんが、一番基本的な魔法なので。あ、失格門でも他の科目が良ければ合格できるかもしれませんよ。要は的を壊せばいいんですよね。あ、はい。失格門の魔法は極端に射程が短い。あの的の3分の1の距離にも届かないだろう先生、もう少し離れた方がいいですよ。え？一応指向性は持たせますが、完全にとは言えないので。なんで魔法が詠唱してないのに。もしかして無詠唱魔法。無詠唱魔法が衰退し、第四門が失格門だと蔑まれる。それがこの時代の常識だ。あれ、ちょっとやりすぎたか。うん、サイズはぴったりだな。マティ君。制服姿もかわいい。どうしたの二人とも。あ、いや、その。あ、ほら急がないと入学式始まるぞ。続いて本校校長の挨拶となります。私が校長のエデュアルトだ。私は長い話は嫌いだ。この人が校長先生。格式高い話は第一学園に任せておこう。我が第二学園は実力が全てだ。第一学園とは違い、ここでは家柄も紋章も関係ない。ひよっこ諸君、力を磨け。以上だ。本当に短かったですね。言い忘れていた、マティアス・ヒルデスハイマー、うん、これが終わったら校長室に来るように。どうして校長に呼ばれたんだ。試験で校庭を破壊したせい。まさか入学初日から退学。でもちゃんと魔法で修復したし。早く入れマティアス。はい。やっぱりこれは。マティアス・ヒルデスハイマー、君は剣術試験で騎士団長を倒し、魔法試験では無詠唱魔法を難なく使ってみせた。カストルの息子だとしても、その年でこれだけの力を身につけているということは、何か特殊な事情があるのだろう。そこを詮索するつもりはない。ただ少し協力を頼みたくてな。協力ですか。ああ、君は生徒たちが詠唱魔法を使うのを見たろう。はい。どうしてあんな非効率なことを。無詠唱魔法の方が効率的じゃないですか。非効率か。残念だがマティアス、無詠唱魔法は失われた魔法技術なのだ。やはりそうか。使える人間がこの国に存在するのかどうか。第二学園では失われた無詠唱魔法の技術を復活させ、生徒にも教えたいと思っているのだが。俺も賛成です。そこに邪魔が入ってな。邪魔。ああ、オートにあるもう一つの学園、王立第一学園だ。実績のある第一学園の教えは貴族に支持されている。その教えに今は我々も従うしかない状況なのだ。実績ですか。これは
第一学園の研究成果です。これが実績、詠唱魔法のことしか書かれてないのに。今の学会では魔法の研究とは詠唱魔法のことを指し、無詠唱魔法は認められていない。認めさせるには学園の選抜生徒が戦う対抗戦に出て無詠唱魔法の力を見せつけるしかないだろうな。もしかしてそれが俺に求める協力ですか？ああ、どうか我々に無詠唱魔法の技術を伝授してほしいのだ。マティアス、お願いできるか？わかりました。おこれから授業を始めます。今日行うのは無詠唱魔法です。無詠唱魔法？そんな魔法あるんですか？疑うのも無理はありません。なので本日は特別講師である彼に教えてもらいましょう。彼って確か今回の試験に首席で合格した。そう、マティ君です。アルマが自慢しなくても。マティアス君、早速ですが無詠唱魔法を実演してもらってもいいですか？わかりました。これが無詠唱魔法？本当に詠唱してなかった。あいつ失格もんだろ。本当は魔族なんじゃないか？無詠唱魔法はマティアス君にしか使えないものではありません。ガイザル先生。魔法がほとんど使えない俺だが、マティアスの指導の結果、たった1日でここまでできるようになった。では各自実践してみましょう。はい、はい、マティ君できるようになったよ。本当か？うん、やってみせるね。どう？僕の魔法は。掛け声まで真似る必要はないぞ。え？ルリー、どうだ？感覚はなんとなくつかめてきたんですが、詠唱魔法の癖が抜けなくて。魔力が切れちゃったみたいです。みんな上達してますね。無詠唱の凄さを知ると、どうして詠唱魔法しか使われなくなってしまったのか不思議に思います。確かにそうだ。無詠唱魔法が衰退した原因は一体？マティ君？あ、そうだ、手出してもらってもいい？はい。これは魔力を渡すにはこうする必要があって。魔力って渡せるんですか？ああ、対象と魔力を同調させる魔法を使う。本来は不要魔法に使うものなんだけど。不要魔法。やった、できましたよマティ君。その調子だ。こうして俺は無詠唱魔法を生徒たちに指導していった。そして1ヶ月が過ぎ、いよいよだね。今年は魔法の申し子がいないといいんですが。魔法の申し子？とてつもなく強い第一学園のリーダーのことをそう呼ぶそうです。第二学園が勝てそうな年があっても、その度に魔法の申し子が現れて。確か先代の魔法師団長もそうだったはずだよ。どうやらそいつがいるみたいだ。魔力量は俺の大体10倍ってとこか。10倍？マティ君の？それって魔族級の力じゃん。魔族、そういえば魔族って人類と敵対してるんだよな。もちろんです。人類最大の脅威といえば魔族です。宮廷魔道士が束になって戦っても倒せないんでしょ？けどどうして急に？いや、ちょっと気になっただけだ。魔族か、この時代にも生きていたのか。おい、見ろ、失格門が来たぜ。失格門がたった一人で来たぜ。おいおい、仲間はどうした？おじけづいてみんな逃げちまったのか？失格門、魔法の申し子デビリス様の力にひれ伏せ。校長、第二の方が勝つことを諦めたようです。これで65連勝だな。頼んだぞマティアス君。どうして、何も言い返さないのか？魔法の申し子である私の栄光門におじけづいたか。やはりそうだ。こいつは人間じゃない、魔族だ。偽装魔法を使って姿を偽っているだけだ。
紋章も人類に潜り込むための小細工。ではこれより第65回王立学園対抗戦を行う。始め。我が体に満ちる火の魔力よ。レイシス、ギアス、共に失格。こしゃくな。我が身に満ちる。かかったな。こいつは詠唱する前に魔法を発動させた。あれ、今詠唱前に魔法が。さっきの防御魔法といい、彼は一体。つまり詠唱のふりをしているだけだ。待て。魔族の弱点は首。おい、詠唱はどうした。炎よ。これではっきりしたね。魔法を使える魔族がわざわざ詠唱のふりをする。無詠唱魔法を衰退させたのは魔族だ。魔族にとって人類の魔法は弱い方がいい。だから以前から第一学園に身を潜め、第四門が失格門と呼ばれるように細工をしたのだろう。どうしてここまで強いんだ。お前の戦闘が下手なんだよ。何が起こってるの。まさか魔法破壊とはな。ああ、お前に気づかれないように魔力隠蔽も同時に付与しておいた。おい、あれってまさか。まさかデビリスが。何が起こってるの。まさかデビリスは魔族。応急に連絡を。生徒は直ちに避難だ。さあどうする。撤退する魔族は全力一生を使う。翼を展開してから離陸するまでおよそ1秒半。付与に 0.8 秒、残り 0.7 秒。楽勝だな。これで終わりだ。魔族を倒したのか。たった一人で。学園の中に魔族が紛れ込むと、魔族は前世の俺賢者ガイアスが絶滅寸前まで追い込んだはずなのに、どうやら今の世界の状況はかなり深刻みたいだな。アルマに問題。魔法付与が得意な紋章は。はい、エコーモン。威力特化型はジョマモン。じゃあマティ君、全部の紋章を早口で3回。エコーモン、ジョマモン、ショマモン、失格モン。エコーモン、ジョマモン、ショマモン、失格モン。エコーモン、ジョマモン、ショコモン。